こんにちは、子犬です。今日はふわふわの雲パンを作ってみたいと思います。その名の通り、雲みたいにふわふわのパンで、卵白、お砂糖、片栗粉の3つだけの材料でできてしまうグルテンフリーのパンです。それでは早速作っていきたいと思います。はい、ちょっとごちゃごちゃしているんですけど作っていきたいと思います。まずこちら、卵3つ分の卵白です。ロボールに入れて、で軽くちょっと泡立てます。そしたらお砂糖 30g、 片栗粉を 10g 入れます。サラサラサラ。でまた泡立てていきます。よく泡立てられたら、鉄板の上に円形に持っていきます。プルプルしてる。なんか難しい。どうでしょうか。プルプル、プルプルです。すごい。できました。なんかね、カステラみたいな甘い匂いがします。クッキングペーパーから剥がすときにちょっと側面がやられてしまったんですが、ちょっと割ってみます。ね、持ち心地はね、もうはんぺん。それではいただきます。もうふわふわくしゅくしゅです。おいしい。もう噛むとシュワッととろけてすぐなくなります。なんかね、カステラ味のはんぺんって感じ。美味しいです。というわけで雲パン作ってみました。本当に雲みたいにふわふわに作れてとっても嬉しかったです。それでは最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。バイバーイ。